皆さんこんにちは、風間ひなのです。今日は来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もうちょっと出番が本来早かったんですが、渋滞で後に回していただきました。すいません。はい、皆さん今日は来てくださってありがとうございます。今日はこの野外、なかなか野外でこの広々としたステージで歌えることってなかなかないので、とても楽しみにしてきました。皆さんに楽しんでいただけるように、私のことをご存知の方はちょっとよく知ってくださっていると思うんですけど、クルポン祭りで盛り上がっていただけると嬉しいです。配信の皆さんもいっぱいいっぱい楽しんで盛り上がっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。早速1曲目歌わせていただきます。皆さんご存知の人気のあの曲を歌わせていただきたいと思います。手拍子なので盛り上がってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください。新時代。新時代はこの未来だ。世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。いつまでも終わりが来ないようにって、この歌を歌うよ。 You wanna play でやる気ギリギリ、いつでも何みたいな旋律、認めない戻れない忘れたい夢の中にさせて。 I wanna be free 言えるよ新時代が、世界の声咲くよ New World。この未来だ。世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。果てしない音楽がもっと届くように夢はないわ。君が話した僕を信じて。いらないものは消して、リアルをカラフルに超えようぜ。今始まる愛さ、目をつぶり見るまでに夢よりいいものを見せてあげる。どんなもんだいば Wanna pray やる剣ギリギリ、いつまた何みたいな運命、戻れない戻れない、I wanna be free 夢よ新時代が、世界の声咲くよ New World。 信じたいはこの未来を、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。果てしない音楽がもっと届くように、夢を見せるよ、夢を見せるよ。新時代だ。 Hey! 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 Woo! ありがとうございます。ラストも新時代。突き上げて声もコールもしてくださった皆様、あと
ダンスもありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと私すぐに歌うと熱くなるので、ちょびっとだけお水飲ませていただきます。ありがとうございました。1曲目新時代でした。ではまだまだ歌わせていただくんですけれども、次の曲もノリノリアップテンポ、とっても楽しい、多分この曲も皆さんご存知かなと思いますので、こちらも手拍子拳突き上げ、たくさん盛り上がっていただけると嬉しいです。配信でご覧の皆さんはチャット欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。魂レボリューション盛り上がっていきましょう。飛び跳ねたりなんやらするんで、ちょっともう一回だけ一口もらいます。はい、ありがとうございました。はい、次で最後の一曲になります。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後の1曲はちょっと今まではね、こうアップテンポ上げ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 って感じだったんですけど、次の曲はなんかかっこいいね、心が鼓舞されるような歌詞の歌を歌いたいと思います。以前私テレビに出させていただいた時に歌わせていただいた曲でもあります。はい、楽しんでいただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。安室奈美恵さんのヒーローです。よろしくお願いします。I'll be your hero. I'll be your hero. いろんな色で一人で、振り向かなくてもいい。今までの君のまま進めばいいから、諦めないで Every day。 君だけのためのヒーロー、どんな日もだから乗り越えられる険しい道のりも、君と交わした約束の場所、たどり着いてみせる、いつか必ず Forever more。 君だけのためのヒーロー、離れていてもみんなの思いが今まで私の背中を押してくれたよね。君だけのためのヒーロー、星のように君だけのためのヒーロー、限りなく遠い道も君とならどこまでも夢つかむ、きっと
ってイベント開催中ですけど、端っこの方まで試しに行ってみたんですよ。はい、ひなのちゃんの声ビンビンに響いて。そうなんですか。すごいわ。わ、ありがとうございます。金山駅総合駅がもうひなのの歌声でもう包まれてましたよ。ありがとうございます。すごかったです。きっとね、あのひなのちゃんの歌声につい足を止めてしまったという方もね、きっと多いと思います。ね、風間ひなのです。風間ひなのです。まだ高校生です。はい。いや、もうさすが3曲目のね、ヒーローはもうひなのちゃんの代名詞とも言えるような曲ですね。思い出深い曲でございます。思い出深い曲なんでございます。そうなんです、 TBS のね、生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭で見事100点を出した曲。ありがとうございます。もう懐かしい、もう懐かしいと思うぐらいにひなのちゃんもテレビでも大活躍中ですからね。もうありがとうございます。このヒーローという難しい曲で満点を出すっていうのがね、すごい。安室奈美恵さんもびっくりだと思います。もうこれ100点出るんやみたいな。本当すごい。それが生で聞けて本当今日も嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ひなのちゃん、あの本当に今日大渋滞でもうね、走ってきてくれて、もうそのままステージに立ってくれたような勢いだったんですけれども、すいません、とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。いや、もうよくぞ来てくれました。本当に普段は大阪で、はい、大阪から参りました。そうなんです。はい、はい、大阪から東京に来てくれる時も新幹線を使わない主義というね、基本的にはバスで、はい、はい、バスで移動する近畿のものでございます。バスで移動する近畿のものでございますので、皆さん本当に、ひなのちゃん大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫、本当に裏でもうね、すごい土下座する勢いで謝ってくれたので、もう全然大丈夫なので、ごめんなさい、とんでもないです。もう本当に歌声を聞けてよかったです。ありがとうございます。とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。ひなのちゃんもこの後物販があると思いますので、はい、ぜひ皆さんお立ち寄りください。あの辺でやるので、よかったら声かけて、あのお話だけでもしていただけると嬉しいです。皆さん本当に今日はありがとうございました。引き続き東京ミューズをお楽しみください。ありがとうございました。風間ひなのちゃん、ありがとうございました。